ニュービルです、はい、シュートでいかない。あとアイラブラウン、さあこれもアルバルク東京ボールになった。5点差からさらに締めるか。安藤聖也完投もらいました。決めれば一気に2点差となります。8秒ぐらいまで、はいはい、おお開いていった。スイスの背中から行きました。ただ前さん中に送ったんですが、ソロモンには通りません。スチールからアルバルク東京、安藤ミドル決めてきました。もう少し早くプッシュしてもいいというようなところですか。あのサイドに流してもいいと思います。伸ばしていく、はい、安藤のレイアップ、バッチャッと安藤がステップアップからどうする。1番とのマッチアップ、さあここで仕掛けるか。決まる、よく決めた安藤選手。さすがと言葉、ようやく先ほどはスリーポイントがありました。安藤ロース、アダクセ、アダクセ、あー決めていった。最後までいった。300回を決定している。もう1本打った。301回目、また逆転です。ライオンズとのミスマッチ、スピードでいくか。フローターもっと決めました。いやよく決めました。ここは安藤選手ですね。そこだめですけど、安藤決めた。今の攻撃的の安藤、安藤中山ワンオンワン踏み込んで点にしました。安藤聖也、デイビスがつきます。安藤外に預けて、安藤聖也のスリーラー、当たってきましたね。当たってきました、当たってきました。安藤聖也当たると怖い。安藤聖也両チームとも得点が決まりません。安藤走った、安藤走って自分で点にしました。10秒切っています。リバウンド、あ、まだ東京です。大阪部、外に広げて安藤聖也、外から打ってきました。見事、見事なスリーポイント。安藤聖也、今日3本目のスリーポイント沈めました。暴れた北海道ですが、また安藤がボールをキープ打ってきました。スリーポイントが来た。安藤またカードバル東京、さらから行ったらジャガールソープ、そしてスリーポイント入りました。安藤感じのシューだと思うんですけど、はい、3試合目にしてトーマス、そして安藤の3に入りました。まあ、これだから安藤なんでね。なるほど。あーボールを奪った、安藤が奪いました。そのまま自分で決め切りました。ミスマッチがなかなか難しいところでありますね、はい、北海道は、はい、トーマス、ここには橋本ついていますが、ここミスマッチになっています。安藤の3ポイント決めました。大間際にしっかりと安藤がスリーポイントを松田さん決め切りました。そうですね、これどうでしょうか。この前に一つミスマッチが発生してダブルチームに行って、まあはい、ほぼノーマーク。安藤パショット、おーよく決めました。スリーポイント、安藤が難しいシュート、今日2本目のスリーポイントを決めてみせました。決めるっていうのも最初から決めてた上ですけど、はい、おそらくですけどね。ただ葛原選手となっている東京ヘッドコーチ、さあこの安藤が行きました、決めます。進んでいくのか、はい、この辺りの見極めもさすがってものがやっぱありますよね。そうですね、やっぱりポイントのあるこうツーシートで縦に行ける選手がね、いる。